げえ、ほんとこれ嫌い。また十字架だ。こいつには宝石がついてる。おい、やろ。危ねえ。あ、何？いいか、他に高そうなもんあったか。なるほど、これもテストだ。強欲。ああ、そういうこと。よし、それじゃ。きっとコインじゃない。コインか。自信あんの？まあ、そこそこ。そこそこで我慢。まずは一つだけ。強欲ね、オッケー。罠来るなよ。すげえ。なあ、この形。マダガスカルだ。見ろ、ここの星。キングスベイダー。その通り。あの野郎、ふざけやがって。何が？エイブリーだ。俺たちはもてあそんでる、ここのはずだったろ。でもお宝は一体どこだな。あ、じゃあキングスベイの次はどこだ？北極か、宇宙か。姉さん、資格ある者には楽園が待っている。集めていたんだ。集めていた。ああ、仲間を集めてたんだ。集めるって何をだよ。くそ。二人とも随分想像しい。銃を床に、ゆっくり。あんたには貸しがある。窓から放り投げてもまだ不満？レイフ、レイフ、聞こえる？今墓地にいる。奴らここにいたぞ。目の前にいるわよ。何？どこだ？聖堂に戻りな。穴をたどって。すぐに行く。頼むからまだ撃つなよ。じゃあ早くして。キングスベイ、キングスベイのどこにあるか、それを知るには十字架が必要だけど、使い方を知ってる人間は二人だけ。あんたたちってこと？そう、レイフじゃ時間かかること間違いなし。悪いけど取引はしないよ。十字架像を。十字架像じゃない。何？本来十字架像ってのはキリスト。やっぱ、なんでもない。触らないで！ドンペ！行くぞ。いいぞ。
巣をつついちまったみたいだな。ていうか殴って蹴って火をつけただな。やべ、うわ、危ない。
足、止まるな。お前いつもこんなことしてんのか。いや、いやだからな。そうだ、ああもう慣れっこ。観光にぴったりってサリバ言ってなかったか。何も見えねえ。いいからこのまま水まで降りるんだ。サム、こっちだ。あいつらのことは待つかよ。行くぞ。さっきはヤバかったな。あいつら俺の飛行機を撃ちやがった。お疲れ様は。またガスカルまでどれくらいだ。空振りか。まあな。何言ってんだ、見ろよ、お宝だ。まずは1枚か。残りはマダガスカルか。ああ、マダガスカルの地図が床に書いてある部屋があったから。あ、きっとそこだ。無駄足になれそうな気がするのは気のせいか。スコットランドに財宝はなかったんだって。じゃあ何のために来たってんだ。聖ディスマスの十字架は。だから言ってるだろ、エイブリーは仲間を集めてた。十字架は招待状で、洞窟はまあ一種の試練だよ。じゃあ俺らパスした。おめでとう、眼帯とオウムがもらえるぜ。わからん、なぜ奴らは人を選ぶのにそんな面倒くさいことをする。自己防衛だよ。エイブリーは当時世界一の賞金首だったんだ。信頼できる仲間を集めてみんなのお宝を守ったんだろ。みんなのってなんだよ。いやほら、だからさ、トーマス・デューはすでに名うての海賊だった。んじゃ彼がエイブリーと手を組むことに何の得がある。きっとエイブリーが十字架を送ったのは自分と同レベルの海賊だけだ。もし全員が同じ場所にお宝を隠していたら。まあそりゃ船一隻ごとき霞んじまうな。その通り。おお、そりゃすげえ。それでマダガスカルのどこに行きゃいいってんだ。キングスベイだ。当時海賊のアジトだったとこだよ。知ってるよ、でかいところだ。で、詳しい位置は。それが地図の部屋は崩れちまったからな。ほら。何笑ってんだ。試練を通過した海賊仲間だ。奴らにただ一つ残るものは。
火山が掘られてる。キングスベイの近くに火山があるな。ならそこにひとっ飛びと行くか。ナイト、ねえナイト。エレナ。ずっと電話してたのよ。大丈夫？ああ、てかどうして？ニュースで見たの。そっち洪水なんでしょ？モンスーンの時期にマレーシアへ行くのはやめた方が良かったかもね。だな。そんで足止め食らっちまってさ、装備も壊れちゃったけどみんなは無事だよ。それならいいんだけど、明日から仕事なの。それが実は延期だから、ちょっと10日くらい帰国がずれるかも。10日も。それなら帰りのチケット私が買っておくわ。いや、それはこっちでやるからいいよ。てか余裕を持ってってだけのことだしさ、そんなにかからないよ。わかった。でも焦らずに気をつけてね。もちろん平気さ。あ、エレナごめん、ジェイムソンが呼んでる。そろそろ行かなくちゃ。ええ、愛してる。私も。衛星の情報はどうだ？今んとこさっぱりだな。電波が切れた。な、電波がいらないものは？紙だ。